コレートプラネットの5分ラジオ、チョコプラのラ。どうもチョコレートプラネット長田です。松尾です。さあ始まりました、チョコレートプラネットの5分ラジオ、チョコプラのラ。5月13日ですけれどもね、はい、前回ね、インポッシブさんが YouTube やってるって言って、はい、今 YouTube 開いたんですけど、はい、まずインポッシブルって検索してもチャンネルが出てこない。もうちゃんとしてくれてない。会社がちゃんとしてくれてない、うん、全然出てこない。もうただただ垂れ流しのやつが出てくるだけで、うわ最悪じゃん。ほらもうそういうの分かってないからもう、うん、ただなんとなく始めてるだけなんだよ、うん、いや多分ね、もうそういうの無理な人だから、まあそういうの無理だから、なんかこの守られてきた資源っていうか、うんうん、そうそうそう。だからもう本当に部族だからね、あの人らは本当に。だから文明を与えない方がいいんだよね、逆に言うたら。だからちょっとでも文明のものが触ったりするともうふわーってなくなっちゃうよ。そうそう、だから渡していいのは、そうだからライターとかだけだよね。そうそうそう、ナイフとか。もうマッチと、うん、ナイフとかね。うん、そうそうそう。あとほんともう T シャツとかぐらいだね。T シャツとか。ほんとそう。なんかそれぐらいで、だからもう結局何もう電波とか私ダメなんだよね。なんかインターネットの封鎖しちゃダメなんだよ。絶対ダメ。あの人らは。うん。ちょっとさ、こう今暇でさ、エゴサーチみたいなのするでしょ。うん。今日さ、言ったら、昼なんですの日だったら、俺は出番がなかったから、今日家でちょっとエゴサーチしたらさ、なんか、週刊誌に、なんか、自粛中の芸能人の写真、うん、キムタク夫婦と、うん、チョコプラ松尾ってなんだよ、それ、みたいなの書いてあったから。何それ？いや、書いてあったの、そうやって。うん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 。チョコプラで引っかかってね。ああ、ああ。で、なんだと思って。なんか、たまにあるじゃん、その芸能人が街でなんかしてるみたいな。ああ、ある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 。で、それが、あ、それ？ん？と思って、うん、一応携帯、タブレットとかで見れるさ、雑誌見れるやつあるじゃん。うんうん、あれに入ってるから、あれで見たの、今日発売の、日付的には今日何日だっけ？ 4 月の。13。5月の。13。今のそう、今日。今日発売。4月。そう、今日、4月の21日発売のやつを見たら、フラッシュが発売だったの。うん。で、最新号見たら、うん、うん。俺がコンビニから出てくる写真が撮られてたの。そう。何それ。それ、事務所来たの？この。いや、だから俺それマネージャーに聞いたら何も来てないですって言われて。その勝手に載せていいやつなの？それ。いや、知らないよ、俺も。めちゃくちゃやだ。マネージャー。これ。マネージャー。はい、はい。そんなことあんの？いや、多分内容が別になかったので多分使われてるんだ。内容がなかったのでってなんだよ。その別にその不倫とかそういう劇的な確認することがなかったからってこと？はい、多分そう。そう。来てるけど本社は今人がいないので、半分ぐらい。それで抜けてたのか、あれなんか。いや、そんなことある？いや、マジ、いや、そんで、本当に、だから俺、その時は、普通に、だから、ほら、ジョギングはしていいって言われてるじゃん。まあ。だから、ジョギングして、で、多分、なんか、ティッシュかなんかが売ってたから、帰り道の、ドラッグストアで、それで買って、で、コンビニで、多分、アイスかなんかかな。で、買って、で出たところ取られてるの、場所も分かる、日にちも分かってんだけど、本当に分かんない。もう家の近くのあの明大前やめろや。違う、ちょっと離れたとこだったの。あ、そうなんや。そう、そんで、なんか、だからなんだろう、携帯で取られたやつをあ提供されたのか。いや、マジだよ。あ、そう、そんななんだ。いや、なんだそれと思って。なんかあんまいい気しないね。
まあ、いいやつじゃないって。あ、もうダメだ。